こんにちは。今回は何月の購入品というよりかは最近購入したお気に入りたちをご紹介していきたいと思います。蚊に刺されてます。家に蚊がいる。ここもおもちくんを抱っこしたらこうなりました。気にしないでください。では早速じゃんじゃん紹介していきたいと思います。じゃあまず一つ目は今着ているやつなんですけど、こちらはコスのワンピースです。じゃーん、めっちゃ可愛い。これね、ちょうどお尻のとこがなんていうの、本当はこうなんだけど、こうちょっとくびれているようなデザインになってるので、めっちゃスタイルよく見えるのでおすすめ。丈はこのぐらい、159cm でこのくらい、 M サイズなんで、このお尻の出てる感じがくびれを作ってくれて可愛いです。では次、最近買ったお気に入りから紹介しよう。一番お気に入り、じゃーん、サカイのアウターを買いました。まだね、アウターはかなり早いと思うんですけど、可愛いのに出会ったので購入しました。着てみるとこんな感じ、可愛いでしょ。これボアとドッキングしてるみたいな感じで、 MA1 欲しかったので購入いたしました。可愛い。はい、次もお洋服です。私の知り合いがこの間伊勢丹で展示会をやっていて購入したものになるんですけど、マルディっていうブランド。おー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 、すいません、これ家で着ててシワクチャになっちゃったけど、めっちゃ大きいサイズを買って、部屋着としても使えるし、普段ちょうど今ぐらいの季節だったらマーチンと合わせて足出して着たりしても可愛いかなと思って購入いたしました。洋服がね、今回はね多めとなっております。またマルディ、短パンも買いました。これ部屋着にしても可愛いかなと思って、ちょっといつも部屋着は結構ダサめなものが多いので、今回ちょっと可愛いのを購入しました。また T シャツ、これはさっきのよりちょっとちっちゃいサイズになるんですけど、この緑と白のね合わせがすごい可愛いなと思って購入いたしました。マイブーム緑、最近緑が大好きなのでこちらです。リエルでも最近結構緑多めな気がします。お気に入りなので、本当はスウェットが欲しかったんですけど、すごい人気みたいで売り切れちゃってて、今度また機会があれば購入したいと思っております。では次、こういうとこ、これ韓国のブランドかな、のトレーナー買いました。もうなんで全部シワクチャなの。そう、これは最近よく着てるんですけど、例えばこういうワンピースの上から羽織ってあげても可愛いし、こうやって肩からかけるだけでも可愛いしみたいな感じで、使い勝手がめちゃめちゃいいので、トレーナーはしかもフードなしが好きなんですよね。私は可愛い、これサイズ感が何とも言えない。次はこれは確かビームスで購入したと思うんですけど、なんかねこういうとこ、ブランド名がちょっとわかんないけど、こんな感じで、これはすごいスケスケで、どんな感じの服と思うと思うんですけど、インナーで黒のスカートがついてて、こんな感じで腰に巻いて、ここでボタン留めてリボンを巻くっていう、めちゃめちゃ可愛い服、おしゃれな服を見つけたので購入しました。可愛い。最近ちょっとこの服めっちゃ可愛いのに、この服の存在を忘れてたので明日着よっと。次はこちらです、ロザリームーンのスカート。これはちょっとストレートっぽい感じ、しっかりスリットも入ってるので歩きにくいとかそういう心配はないです。ウエストもキュッと、結構ねきつめ、すごくスタイルアップして見えるので、ちょっとハイウエストで上に T シャツ合わせたりとか何でも合うと思うんですけど、ハイウエストなのでスタイルがかなりよく見えるアイテムです。これは私が一度撮影で、多分インスタに載せてると思うんですけど、あの衣装として着たんだけど、すごく可愛かったので購入しました。はいはい、次、じゃーん、黒なんです。おもちくんの毛がつくのに黒ばっか買っちゃう。これもコスのやつで、黒のねワンピース楽で大好きなんですけど、これは A ラインでかなり下がボリュームあるスカートです。着てみるとさらにボリュームがこう前にも後ろにも出るので、まあさらっと1枚、お休みの日でも着れるし、まあちゃんとした時でも全然着れるんですけど、ラフに着れるワンピースだったので購入いたしました。はい、洋服は以上となっております。はい、じゃあ次は雑貨です。じゃーん、タオル。
ふわふわなの、これ本当に。わかる？これね、めちゃめちゃ肌触りがいいの。あとこの色もあって、私が持ってるのはこれとこの色。これ大きいサイズも持ってるんですけど、ちょっと今お洗濯中なので今日紹介するのはこのちっちゃいやつ。これはね、1ヶ月前ぐらいに初めてお試しで使ってみたんだけど、めっちゃ気持ちいい。洗ったらさらにふわふわになる感じ。なんか洗濯してもキシキシしたりしないし、洗濯後もふわっと仕上がるので、めちゃめちゃお気に入り。たくさんねあるの。ほら、これね、めっちゃ気持ちいい。本当に一番いいのが、お風呂上がりにあの髪の毛タオルドライとかするじゃないですか。その時の吸収が半端なくて、私本当にズボラすぎて髪の毛乾かすの本当にめんどくさくて、実際乾かさない日もめちゃめちゃあるんですけど、このタオルで髪の毛拭いてから、タオルドライしっかりしてあげてから髪の毛乾かすと、本当にドライヤーの時間が時短になるっていうくらい吸収もしっかりしてくれるし、肌触りもとってもいいので、こちらおすすめです。パーフェクテンっていうところのやつです。これ結構間違えてパーフェクトテンって読んじゃう人が多いみたいなんですけど、パーフェクテンっていうところのやつ。これもね、本当にめちゃめちゃいいんです。色味が本当に可愛い。グレーだけど私は水色に見える。水色大好きなので本当に可愛いです。こちらめちゃめちゃおすすめなので、概要欄に URL 貼っておきます。これも全部オーガニックコットンなので、あの肌が弱い人とかにもいいんじゃないかなってとっても思います。あ、おもちくんやめてよ。次はちょっと大きいものから紹介する。大きくはないんだけど、リュックを買いました。じゃーん、ただの黒いリュック、ビューティー&ユースで購入しました。こうやって書いてあるけど、本当にただの無難な黒のリュックはどこにでもあるんじゃないかなっていう感じの黒のリュック。黒なら何にでも合わせられるし、あの自転車とか乗るんですけど、そういう時にも使えるかなと思って、あとなんか実家帰る時とか、ちょっと遠く行く時とか、そういう時に使ってます。こうやってパソコン入れたりとかして、ちょっと重いもの運ぶ時はリュックって感じでやってます最近。そしたら次はスキンケア用品をご紹介します。まずこれもめっちゃおすすめ、じゃーん、頭皮用化粧水。本当に最近使い始めたんですけど、まだ1本目でもう半分ぐらいかな。なんか化粧水顔にはするのに頭皮にはしないのって言われて、確かにと思って、私もあの勧められて買ってみたんですけど、本当に直接スプレーでシューってする、ちょっと冷たいんですけど、頭皮にしてこうマッサージしたりすることによって、頭皮がこう元気になってくれたりとか、この頭皮の乾燥を防いでくれたり、私とかすぐ髪の毛ピタンってしちゃうんですけど、こういうのするとちょっと髪の毛がふんわりしたりとか、あと頭皮の匂いとかも気にならなくなるアイテムみたいで、すごく気になって購入しました。私もこういう商品作りたいなって思った。これちなみに心髪っていうところのボタニカルスキャルフトナーっていうやつです。よかったら使ってみてください皆さんも。次、これは知り合いがやっているスキンケアブランドなんですけど、ユイラっていうところのやつです。化粧水はもうちょっと使っちゃってるんですけど、これもね、すごく低刺激で肌に優しい感じ、突っ張りもなくすごく使いやすかったので、ちょっと最近継続して使ってみてます。で、これと同じシリーズでアンプル美容液とクリームも購入いたしました。スキンケア本当にいろいろ使ってるんですけど、今使ってるやつがちょっと落ち着いたらこっちを使ってみたいなと思っております。で、あのもうすぐリエルの展示会が関西であるので、このセットを持って行って使ってみたいなとちょっと今思っております。ちょっと集中的に使わないと意味がないと思うので、ちょっととりあえず1週間ぐらい継続して使ってみて効果をご紹介したいと思います。次、じゃーん、ファミュ、ファミュ人気ですよね。ファミュのフラワーインフェイズドファインマスク、洗い流す保湿マスクっていうやつらしいんですけど、ちょっとまだ使ったことがないんですけど、みずきが気になるって言ってて、私も購入してみました。ファミュって感じの匂い、鼻の匂い、なんかこんな感じのやつ、またあの動画でご紹介します。使うときちょっと気になるので、こちらも使ってみます。次がラストです。じゃーん、ビフォーキス、コスメキッチンの商品なんですけど、フレグランスオイルってやつで、こういうとこに塗ったりこういうとこに塗ったり、塗るさ、フレグランスオイルロールオンタイプのやつ多い、
お尻こういうロールオンタイプのやつとかは集中力上げてくれたりとか、パソコン作業する人とか、今リモート会議の人とかにもすごくおすすめなので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。はい、てな感じで本日の購入品は以上となります。ちょっと今回は服が多めだったかな。またお気に入りの購入品があればご紹介したいと思います。はい、こんな感じで最後まで見ていただきありがとうございます。またねー。